佐伯市総合運動公園、佐伯市総合運動公園陸上競技場、佐伯市総合運動公園陸上競技場は、大分県佐伯市の佐伯市総合運動公園にある陸上競技場。球技場としても使用される。施設は、佐伯市が所有し、有限会社佐伯環境センターが、指定管理者として運営管理を行っている。 2019年6月1日からは、ネーミングライツにより、埼玉中央病院陸上競技場の愛称を、使用している。収容辞任は5000人。地元の J リーグクラブである、大分トリニータが、埼玉市を、ホームタウンの一部に加えているため、1996年の、ジャパンフットボールリーグ加盟当時は、大分市営陸上競技場。 ベップ市野口幻想合運動上陸上競技場と共に本拠地として使用し、J2 が発足した1999年と2000年も一部のトリにいた主催数試合開催されたが、以降の使用はない。現在はベルスパ大分が一部のホームゲームを開催している。2001年に2002フィファワールドカップのキャンプとして使われることを念頭に芝生の張り替えを行った。 この W 杯では、サッカーチュニジア代表が合宿を行った。2019年5月17日に、佐伯市に所在する佐伯中央病院が、佐伯市総合運動公園のネーミングライツを取得。同年6月1日から3年間の契約で、東京議場の愛称は、佐伯中央病院陸上競技場となった。ありがとうございます。